今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとかないとね。今日はどんな出会いがあるかな。Thank you.
口が開いて。意見を聞かせて。やりますね。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとかないとね。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。口が開いて。今日もかなり収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。
美月さんに伝えておきたいことがある。実はスコートから果たし状が届いてたんだ。彼はかなり用意周到で、早くから地公使に根回しして武術交流活動の申請をしてたみたい。そして決闘の場所も金人口に決めてるそうだよ。どうやらそこは彼にとっても縁の深い場所のようだね。でも規定では果たし状を受け取った人は挑戦を拒否することもできるんだよ。それをしちゃったら負けを認めるようなものじゃ。もちろん挑戦は受けるよ。わかった。だけどその前に最後の試験、卒業試験が待ってるよ。うちもびっくりだよ。別に本当に卒業するってわけじゃない。今回の試験の相手があなたの師匠元凶ってだけ。将軍が僕に剣術を教えてくれてた時、重要な節目が訪れるたびに手合わせをして僕の力量を確認してくれたんだよ。弟子の長所と短所を一番よく分かっているのはやっぱり師匠だからね。元凶師匠と戦うって本当に勝てるのかな。やってみないとわからないよね。まさか相手が僕だからっておじけづいたの。美月なのか。双剣を構えて始めるよ。最後の試験だね。少し緊張してきたよ。頑張れうち、負けるなうち。残戦破中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。うちは甘く見ないで。左に青龍、右に白虎、ミルクティーはやっぱり最高。くらえ。やっぱり最高。くらえ。いいね。よっ。さあ行け。
攻撃手だね。剣よ、我が命じる。左に青龍、右に白虎、ミルクティーはやっぱり最高。くらえ！くらえ！うちは甘く見ないで。期待に応えられなく。悪くないね。ここまで持ちこたえられるなら合格だよ。だからうちは褒められて伸びるタイプだって言ったでしょ。美月なのか、あなたの今の剣術の腕だったらカンパニーの目か相手でも勝ち目は大いにある。うん、うちもその自信があるよ。ところで今振り返ってみて、剣術よりも重要なものを手に入れたと思わない？この期間うちは二人の師匠から剣術を学んだだけじゃなくて、多くの人や物事に触れて貴重な経験をたくさん積んだよ。それら全てが君の剣術の栄養となるんだ。雲里師匠がこの広大な世界は全てが剣であり、全てが剣の技と言っていたようにね。うん、確かにそうかも。ねえ、スコートをどうやって倒すか、あんたの意見も聞かせてくれない？じゃあそうしよう。実は考えがあるんだ。以前元凶が悪党たちを倒す方法はたくさんあるけど、英雄になりたいなら自分を高める以外に近道はないって言ったことがある。美月なのか、今のあなたは自分が理想とする英雄に近づいたと思う？もちろん、うちの心の中の英雄はこうするはずだから。